クーラーつけようと思え。うん、こんな時期に。寒い。いや、寒いとかじゃないけどさ。お前はもうちょっと太れ。いや、じゃあ、お前もさ、別にさ、半袖とかじゃないやん。まあまあ、確かに。うん、俺もパーカーやん。確かに。そりゃそう。しゃー、短髪容器です。そう、短髪。でもそのうち長くするけん、待ってて。本当に。本当にマジで。おわ、稽古中の一人よ。稽古中が卒業ですって。ユーザー403632、いや名前ぐらいつけろお前、稽古中卒業生。そうだよ、稽古中はもう全部あれやけど著作権フリーやけど。そう、間違いない。もう稽古中に生まれたがばかり、うん、普通にもう著作権なんてないけど、ないけん、本当に。まずやっぱ福岡を盛り上げるとかの前に、うん、あれやけ、稽古盛り上げる、稽古盛り上げる、そう、福岡県福岡市中央区稽古盛り上げる、そう、ケゴ万博、ケゴ炎上万博開こう。そう、あの、まず、あの、次のね、だから、ヒカピーやったっけ、うん。ヒカピーもケゴ中のね、後輩やけんね。ヒカピーやヒカピーやっっ誰も知らんやろ。知らん。ヒカピーの話しても誰もわからんやろ。あ、あいつケゴ中やったやつならんやろ。そもそもケゴ中ってどこやねんって人が、多分半分以上。お前、うん、僕の出身中学校です。隣の人はケゴ中の人です。はい、そうです。はい。ヒカピー誰って来た。あんね、炎上万博の第2回の時にオーディションに来とった、僕 DJ 社長と同じ中学校なんですよ、今日高校受験だったんですけどブチってきました、東京まで。マジ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 、本当本当って、あいつやばくない。炎上万博で。マジでそんなやつ。いや、そうよ、あいつやばくない。しかも公立だよ、公立の高校受験蹴って炎上万博に来たとよ。いや、もうそれはすごい、ぜひ這い上がってほしい ね、すごいよね。で、昨日俺普通に何気なく突然福岡に来たよね、何の告知もなく、そのストーリーだけを見て、うん、博多駅で待っとったもん。すごい、ね、いつ到着するかもわからんのに。すごいよね。ね。いや、やっぱあのね、その行動力は本当すごいと思う。すごいよね。しかも、あれやろ。炎上万博も出ると。え、出る出る出る。やばすぎ。そう、だけど俺ね、マジで楽しみっちゃう。だって、ケゴがもうね、あの、配信で4人揃うとよ。ケゴ中のやつが。ケゴ中4人もおるとも。4人もおる。俺とお前と水崎くんとヒカピー。4人もおる。やばすぎ。うん。やばいやろ。岩田マンさん切り抜き乗せてもいいって来てるけど、別に構わんけど、伸びるそれ、うん、伸びるか分からん。すごい引っ張るな。でも基本稽古中は著作権フリーやから、うん、切り抜きしていいとか言ってもこっち断る権利ないけど、そうそうそう、うん、そういう教育できたけん、そう基本的に、うん、引っ張んじゃねえよ。岩田マンはフリーだよ。そう、フリーやろ基本的に。このご時世だって、岩田マンはフリーだよって言うんだね。コメント欄。しゃあ、と、福岡いつまでいますか？今日でーす。今日でさよならします。バイバイでーす。まずパスポートが出来上がった頃に来まーす。はい。岩田マン仕事してないのって来た。あ、仕事？あ、毎日毎日ね。朝からね。そうだ。死んだ入れ替え並んでね。そうだ。あ、ちゃんとね。そうだ。千円札入れてね。中断チェリー狙い言ったけど。ね。立派な仕事や。普通に見たらわかるやろ。30歳ぜ。そうぜ。仕事してないわけないやろ。そうやろ。朝からね、毎日ね。当たり前って銀の玉こっちは運び寄ったよ。ねえ、キャナルの前の玉やでね。そうだ。あの、ちゃんと並んだもんね、死んで入れ替え。そうだ。そうやけ。わからん。失礼、それは。そう。仕事してないな。さすがに失礼。失礼。さすがに失礼。当たり前や。仕事してないやろ。